こんばんは。遅くにありがとう。お疲れ様みんな。今日もちょっとゲリラみたいになっちゃってごめんよ。ついでに言うと明日ネットエムリーがあるから、ちょっと早い配信だ。逆にドナルドさん一番ありがとう。ドナルドさん、あ、大将さん、あれね、早速あの木梨さんのラジオで流してくださってましたね。あの楽天カードの歌今日木梨さんのラジオぜひ聞いてみてください。私が歌わせてもらったのがなんか流れてくれてたみたいで、あれねレコーディングしたの一昨日なんですよ。すごくない？一昨日で昨日流れ、え、今日か、あ、今日か、あ、違うわ、あ、じゃあ昨日だ、昨日レコーディングしたんですよ。え、すご、それが今日の朝流れてたってこと？すごすぎる。大平さんもそうだし、すごい。新一ありがとう。大工さん、あさみさん、新一さん、こしさん、ブラッチ、まこさんありがとう。かさみどりさん、おてもちゃん、お、ゆうさん見える。今日はなんとお友達と、あ、お友達に会いにね、あの大阪に来てるんですけど、今日は私ね中学生ぶりにね、だからもう十何年ぶりにあのユニバ行ったんですよ。めっちゃすごいねユニバって、びっくりした。本当に楽しかったです。まあ、ちょっとね土砂降りだったんだけどね、楽しかったということで、ちょっと余韻に浸っておるカチューシャです。今日はスノーピーのカチューシャしてたあのお友達とおソロコーデしてました。今日はちょっとまた写真載せようかな。高星ハートさん、のぶさん、なおぴーさん、白夜さん、今でっちさん、かんちゃん、ねこぽ、てっこさん、ビューさん、ありがとう。けだまきょうしろうさん、わいさん、ひでゆきさん、ありがとう。ひでさん、どんちっちっちさん、リラックマ、ありがとうございます。おー、コロボ、ドリフマージャン見てくれてありがとう。そう、今日もあのドリフマージャンの、パート2ですねが公開されております。ぜひご覧ください。まみちゃんありがとう。今日は USJ 行ってきた。ヤマピ、そうなの、これね、このどの位置が正解なのかね。この耳はなんかね、こうやって立てることもできるんですよ、この耳。ほら、でもこれはなんかさ、ちょっとスヌーピーっぽくないやんね。スヌーピーの耳はこうなってるからさ、こういうことだよね。これが正解なのかな。こうか、これが正解。あ、まことさんありがとう。にゃん太郎さんありがとう。そうだよ、加納さん、今日は犬の守護神スヌーピー。のりたま行ってきた、十何年ぶりに。イルカさん、やっこん、きんちゃんさん、メリーさん、ももさん、ありがとうございます。きなこいしさん、あ、ありがとう。あ、今日から赤、目黒でのイベントが7月30日にあるんですけど、それのファンクラブ選考が始まっております。今日からぜひ会いに来てくれたら嬉しい。あの今回はそのこのショールームの2000日配信のあの記念したイベントになっております。ちょっと楽しくみんなと触れ合えたらいいなと思って、7月30日目黒カフーでお待ちしてます。堀さん、そうやろ頭センパパさん、おかきさん、ひでまろさん、じゅんしゅんちゃんさん、ロッピーさん、そうそう、スノッピー、
野菜炒めさんありがとね。あやたか、むらぴーさんありがとう。そうなのよ、みちひでさん行ってきたのよ。ストリートくん、スヌーピーだわ今日。ひなーぴー、スヌーホー、スヌー、スヌーだ、スヌープー、ひなーぴー、みどりむしさんいらっしゃい、ありがとうございます。あ、そうです、やむ、あ、うん、いつもの場所だと思う、明日。え、うん、多分そうだと思います。やむぴー、ピルクル行ってきた。みどりむしさんありがとう。はっ、ホグワーツ城見れた。もうホグワーツ城がさ、めちゃくちゃ感動した、本当に。ちょっと思い出話したいな、これ。ちょっとラジオにしていい？この写真を見せたくて。あ、これはちょっと前、所さんと木内さんと一緒に曲聴いてるとこね。やばい、今日めっちゃ写真ある。うわ、今日めっちゃ写真ある。あ、これどうしよう、どうしたらいいかな。あの、念願のホグワーツ城行けまして、やばい、これ横画面にするの難しいな。縦画面、え、めっちゃね、ホグワーツ城がすごすぎてね、ものすっごい嬉しい顔してるんだよな、全部。え？ちょっと待ってよ。どれにしようかな。後ろ姿になっちゃうんですけど、見えるかな。これホグワーツ城、あの USJ のね、ホグワーツ城行ったんだよ。これもう本物やって、ハリーポッター、ハリーポッターやったよ、もうここの世界すごいね、本当にびっくりした。え、そうだよ、もう土砂の土砂降りよ今日。しかも私今日お腹出る服というか、まあ、お腹も足も出る服着てたんですよ。なんかちょっと友達とお揃いにしようってなって、今日はちょっとね、あのはっちゃけた格好だったの。だからね、もう死ぬほど寒くて、もう途中でさ、途中でね、あの後悔したもん、今日着てた服を。あ、今は違うよ、今はね、なんかもう浴衣というか、なんかこの部屋の着物というか着てるんだけど。あ、でももうお風呂は入って、お風呂というか、まあ、湯船というか一回使って、この後あの体とか頭とかちょっと洗おうって思って、温まりはしたよ。後ろさんかわいい、ありがとう。ユッキーさんプチ、ありがとうございます。江藤さん、大文字のカズさん、ありがとう。ムラピーさん、ありがとうございます。え、しゅんちゃんさん言ったよね。ロッピーさん、野菜炒めさんもありがとうね。これ言ったか。何、明日もゴリラってリラックマン。ゴリラ？みどりむしさん言ったか。なのはさんありがとう。ここからだ。あやまぴ本当？木梨の会途中まで聞いてたんだ。ひでまるさん大阪楽しい。明日ね、もうあの M リーグもあるから帰るんですけど、でもすっごいね楽しかったです、友達のおかげだ。虹色さんありがとう。大文字のテストさん、カズアットマークさん、エイジーさんありがとう。江藤さん、大文字のカズさん、いたいたユニバー、ほんと
宮内さんありがとうございます。いや爆速だね、ほんとさとしさん。えトゲ、今日は私スヌーピーです。オーバーザトップさん、画面見た途端に笑ったらしい。笑った。バリンチュさんありがとう。バリンチュさん、まーちゃんいらっしゃい。あ、ヨッキーさん、だるまに、ハートありがとう。え、なのはさんありがとう、予約してくれて。テレ朝の M リーグ、さくらタイガーさん、ジェミニーさん、キラありがとう。バリンチュさんプチありがとう。ユウキさんもプチありがとう。のりともプチありがとう。あ、アトラクションはね、今日朝一から行ってたからね、開店前から行ってて、もう開店と同時に入ったから結構乗れたよ。乗りたかったやつはなんたらなんちゃりドリームザウンタラみたいなやつの前バージョンと、あとね、ホグワーツのハリーポッターの乗り物、あれがすごかった。本当にめっちゃすごかった。あれもし USJ 行ったら乗ってほしいランキング1位です。ハリーポッターのね乗り物、ジェットコースターじゃなくて、なんか室内でね、席がこう席で乗って動く、でいろんなところを探検できるみたいなやつ、あれがすごくね、本当にハリーポッターの世界だった。すごかった。あとマリオもね乗ったよ。マリオなんだっけな、なんかね乗った気がする。スエさん、おひつりさんありがとう。あ、ジュラシックパークだ。ジュラシックパークね、濡れるって思わずにね、これ乗ったことある人やったらわかるかもしれないんだけど、もうね、シャワー浴びたかぐらいはね、乗り終わったとびちょびちょになるんだよ。それをね、知らずにね、乗ったらね、周りの人たちがね、みんなカッパ着てるの。カッパ着て、もう頭も締め切ってさ、もういつ濡れても大丈夫ですみたいな服を着てて、で、もしかして私たちやらかしたかなって言ったら、案の定ね、めちゃくちゃ濡れてね、雨も降ってないのにね、その時間二人だけね、びちょびちょで帰ってきて、みんなにびちょびちょだねって思われてたよ、絶対。あれ恥ずかしいまあでもね、その後ね、ちゃんと雨降ったんで大丈夫だったけどあんなに濡れるんだね、ジュラシックパークって。シュウさんありがとう。あれ、ユニバじゃなくて、あ、ユニバーサルスタジオだからユニバか。リラックもほんと大阪いるだけで幸せって。いや幸せよ大阪。福ちゃんありがとう。大阪のボケとツッコミ体験できましたか。いや、できてない。どこで体験できるのそれ。ヤマピーかわいい、ありがとう。え、ローマ字のマサさん1500回なんですか今日で。ありがとう、嬉しい。毎日ありがとうございます。コロボありがとう。テンパイコイン昨日ね再放送してたみたいやね。あら、ありがとう。あれ、それどの時やろか、ローンしたところって。ユッキーさんありがとう。いやね、ホグワーツでね、魔法を唱えたかいって言ってね、唱えるとこがあるんやろ。あ、見つけられんかった。虹色さんかわいい、ありがとう。ユッキーさんプチありがとうございます。ヒロくんプチありがとう。たこ焼き食べてない、でも明日ギリギリまだいるから食べたいな。スタリタくんかわいい、ありがとう。エロボリンさんいいね、クッキーモンスター。そうです、ようちゃんホテルです。今日はもうそのまま泊まろうってなって。大阪
あ、コラボ。え、明日も、明日東京の方が。え、やだー。なんでこんな私雨引き連れてるんだろう、最近。へえ。のぼーんさんありがとう。やまぴ、かわいいありがとう。いかちゃんさんありがとう。やまみちゃん本当に楽しかった。ぶちありがとう。むながねさんありがとう。ぽんさんありがとう。かざみどりさんバラありがとう。ファントムさんいらっしゃい。スエさんぶちありがとう。仕事多忙なり、昨日は高知で、今日はひなほさんのいない東京。え、東京いらっしゃい。耳かわいいじゃろ。ありがとう。あ、もう乾いたね。さっきまではこの耳までびちょびちょだったのに。まことさん、たこありがとうございます。 C さんいらっしゃい、ありがとうございます。え、出てない。なぎさん、大阪マウンマウマ、マワループのフェス出てない。もう完全にプライベートで来てる今回の大阪。メグロンの申し、あ、ありがとう。メグロン申し込んでくれて。ヤモピー、お知らせいっぱいで忙しいって。あら、ありがとう。増やしていくわよ。竹山みーつさんに、ローマ字のツナさんありがとう。ひでまろさん、だるまありがとう。ちばたんさん、あきやんいらっしゃい。ひろくんお疲れ様。FR5243 こんばんは、ありがとう。新一カウントありがとうございます。で、バタービール飲みたかったんだけど、で、飲もっかって言ってたんだけど、その友達とも、あの、その時が一番雨降っててね。で、めちゃくちゃ土砂降りやったよ。ほんで、もう二人ともさ、その一件寒くてもう震えてたのよ。あの、カッパ着て震えてて、ちょっと今はバタービールやめとこっかって言って、冷たいから。でね、今日は飲めなかった。飲みたかった。でも、え、何、爆笑の田中さん、自分で作曲したスヌーピーの歌があられるんですか。知らなかったです。そう、ブラッチセミありがとうございます。スヌーピー使って決めポーズ。スヌーピー今日はね、ちょっとサイドテールにしてみたよ、これ。どう？あ、これでスヌーピー見える。スヌーピー。のぼーんさんカウントありがとう。サカピーさんありがとうございます。楽しかった。なんかもう中学生以来だったから、本当に何もかも覚えてなくてね、もう全部新しい気持ちで乗れた。まあ、ハリーポッターはもともとできてなかったからね、あれだけど、すごい楽しかったです。フジモンさん2シュートカウントありがとう。デメキンさんいらっしゃい。お、大将さん、いたことないユニバ。めちゃくちゃ広かった。でも人はね、結構いたね、今日。はい、あやかさん、あやかさん来てくれてる。ありがとうございます。 TBS ロクスタからのホグワーツ。え、私、あやかさん、 TBS ロクスタ、あ、あれか、あのラジオ、あれはあれだ。そうなんですよ、あのレコーディングはまた違う場所でやってて、それがね、昨日ですね。そうだそうだ、そこからホグワーツ来ました。たらこさんありがとう。のんびりしたいねんさんありがとうございます。
のぶさん、セミありがとう。9月30日申し込んだけど当たるかわからないから。9月30日、あ、ありがとうございます。あれ、9月30日ってもう出てる？6月？9月か、9月だよな。おやすみ、ありがとう。今日もえ、やばいね、ハリポッターで3時間並んだの。いや、あの、思ったやけど、ユニバーのさ、乗り物って待ち時間結構長いね。あの、あ、こっちの方が明るい。すごいね、あの、全部ね、かなり並んだ。2時間ずつぐらい。ほんと。3時間はやばいね。あ、風みどりさん、なんと、トップランカーの星。ありがとうございます。嬉しい。トップランカーの星だ。鳥ちゃんさん、ありがとう。ホグワーツ城、雪積もってました。すごい、もう本物だった。宇宙人さん、ありがとう。そうそう、ちょっとね、お腹も見えるやつだったのよ今日。本当に寒かった。スヌーピーならぬ竹枝。なんもスヌーピー要素ないやん、それ。もう発音でなんとかするしかないやん、きなこべさん、それ。いや、最近寒かったりね。そうなのよ。いなっちさん、ありがとう。おっきーさん、いらっしゃい。今日は高校の友達とのデートはないの？あ、今ね、な、高校の友達はね、洗濯物を、あの、そのホテルにある洗濯機で、私のも一緒に回しに行ってくれてて、で、多分途中で帰ってくるかもだけど。あ、でもね、お友達も、もう今日はもう食ったくたよ、ほんとに。お風呂も入るんじゃないかな、これから。清水さん、ありがとう。今東京だよって。あ、いらっしゃい、東京？宇宙人さん、ありがとう。ドナルドさん、2シュートカウントありがとう。フジモンさん、かわいい、ありがとう。あ、7月30か。待って、7月30。愛媛のやつかな。7月30日あれか、目黒のやつだ。目黒だ。そうだそうだ、ありがとう。目黒。お猿さん、ありがとうね。マサさん、ありがとう。ドライチとマッチ、美味しいよって。いいね、ドライチ食べてるんだ。魔法の杖持って行って、ハリーポッターエリアで魔法使ったのかな。そう、今日ね、もうすっかりポン忘れてた。あの、ハリーポッターの杖、せっかくもろとったのに。ハリーポッターの杖持って行こうと思ったのにね、持って行ってなくて、そうなの。さ、あの、ハリーポッターの杖持って行って友達に驚いてもらおうと思いよったのに。ソウさん、レインボースターありがとうございます。めっちゃいただいてる。ありがとう。ありがとうね。みひろさん、いらっしゃい。ありがとうございます。わー、スーさん、めっちゃレインボースターくださってる。ありがとう。ありがとうございます。ひとみさん、こんばんは。ありがとう。あれ？土曜夜市が4年ぶりに通常通り開催されるんだって。よかったー。あら、ほんと。え、確かにもうちょっとですね、土曜夜市。6月とかからだよね。ぶんぶんさん、まゆまゆさん、ありがとう。ローマ字のゆいさん、ありがとうございます。まさおじさん、ありがとう。ティーアカさん、ありがとう。何の動物？あ、これ？スヌーピー？ジェットコースター乗ったよ、ゆうきさん。のりたま、かわいい、ありがとう。大将さん、セミありがとうございます。ありがとう。
お風呂入ったので良きです。エイジさん、2シュートカウントありがとう。今年ユニバの年パス買ってハロウィン行こうかな。え、いいなぁ。なな、年パス買うといいことがあるの？ひらがな斉藤さん、よっちさんありがとう。ワンガンさんありがとう、今日も。あ、ありがとう、あの目黒のやつ。嬉しい、応募してくれて。かんちゃん、セミありがとう、今日も。えのさんさん、ありがとうございます。ありがとう、えのさんさん。おさるさん、ありがとう、スヌーピーだよ。もなかちゃん、もなかちゃん、ありがとう。ユッキーさん、セミありがとうございます。そうなのよ、明日母の日。そう、あのもうちょっとでね、愛媛にも帰るから、その時にね、なんか渡せたらいいなと思ってるけど、明日母の日だね。つなまことさん、ありがとうございます。つなまことさん、おー、まささんもありがとう、ドリフマージャン見てくれて。そうなの、上がりました。なのはさん、わかるよ、割れ目ネポンめちゃ有名やね、昔から由緒正しき番組。お、風見どりさん、いいね、ありがとうございます。あら、ロッピーさん、迎えちゃいなよ、子猫ちゃん。美猫すぎて里親申し出ようか、心が揺れてるって。クラッシャーのぶさん、ありがとう。そう、乗れたま、それだ、ホグワーツ城のライド。なんか2個あるんだよね、ジェットコースターバージョンと。おかきさん、バラありがとうございます。え、ブラッチ乗った？ハリーポッターの室内、世界そのまんまだねって。いや、ほ、それな、本当にめっちゃ楽しかった。おかきさん、レインボースター、あれ、あ、間違った、バラありがとうございます。キラプチありがとう。あら、ドリフマージャン見てくれてありがとう。本気になったか常に本気です、ありがとうね。え、なんでリラックもハリーポッターの乗り物がトラウマで3日寝込んだ？え、どういうこと？怖かったってこと？あ、エイジさん、マリオやばかった、世界がやばい、マリオだ本当に。カノーさん、ダルマレンジありがとう。キリンさん、2周ありがとうございます。虹色さん、ハートありがとうございます。大工さん、バラありがとう。バックドラフトあるよ、あの、え、バックドラフト、あの後ろ向きのやつやろ。あるある、それはね、めちゃくちゃね、待ち時間長かった。なんか前のやつより長、前と後ろがあって、前のやつがね、すごい、その時はまだ前の方が空いてたね。おさるさん、セミありがとうございます。ひなほうし活が忙しすぎて他のことをおざなりです。ええ、ほんと私はすごく嬉しいですが、お仕事とか。ファイトや。大工さん、バラありがとうございます。しんさん、いらっしゃい、ありがとう。え、ゆきさん、本当にそうなのよ、ハリーポッターのやつの浮遊感がすごい。あれどうやってやってるんだろう、あれ実際にはあんまり落ちてないんだろうけど、すっごい落ちてる感覚する。雨降ったいや、本当にさ、周りどこ見てもこんなに濡れてる人 いないわっていうくらい濡れちゃったのよ。よしかつさん、ありがとうございます。でもその、あの乗った時にね、あの心優しい女の子が多分、まあ
高校生くらいの女の子かな、がちょうどね横だったの、私たちので、教えてくれたの。なんか、めっちゃ濡れるけど大丈夫ですかって、えってそこで気づいて、そうなんですかって2人で言って、でももうその頃にはさ、安全バーももう下げてるから、もうどうしようもないからさ、おい行こうかってなってびちょびちょです。で、なんか普通にこう探検するジェラシックパークだから、その世界を探検するっていうすごいゆったりとした物語かと思ってたの。そしたらさ、最後急にめちゃくちゃ落とされてさ、もう崖の上からなんか急降下みたいな、ほんでそこからもう、しかももうしぶきがもうもうね、なんかびっちょびちょになる感じで、もう最後の仕打ちがすごかったそれまではね、すごいね、なんか山の中で恐竜の説明してくれたりとか、わーってなってたのよ。そうです、そしたら急な仕打ちだった。あれすごいな、あれ楽しいわ。でもひでまろさん、ハートありがとう。やばい、コメント溜まってる。あ、しゅうさん、そうなの、実はもう一戦ドリフマージャンで参加させてもらってるから、来週かな、来週も多分私が出ていると思います。しゅうさんありがとう。セミ、大文字のテストさん、セミありがとう。みーぱぱさん、すずらんありがとうね。あ、そうなのかな、のりたま、アトラクション少ない方なの？めっちゃいっぱいあるように感じたけど、そうかそうか、楽しかったな。 PHY さんありがとう。ローマ字のミルさんありがとうございます。リュウ、ハートありがとう。風みどりさんも、だるまありがとうございます。アントワーヌさん、昨日お友達のファンになりました、だって。それ伝えてあげたいのに今いないんだ。 JJ さん、かわいい、ありがとう。いや、私ね、ユウさん、雨女じゃなくて晴れ女で定評があるはずやったんやけどさ、雨女になりつつあるかもしれない。みーぱぱさん、セミありがとう。今日も、あ、そっか、コロボ始まってすぐ1曲目でローンしてたか。そうだ、1戦目ね、すごく調子が良くて、テンパイクイーンの時ね、ありがとう。ひまわりさんありがとうね。やっくん、だるまりんじゃコテ、あ、セミもありがとうね。リカルド人間不信さんありがとう。魚的なイントネーションで、ユニバーってこと？ユニバー、そうなの。まみちゃん、セミありがとうございます。ありがとう、風邪ひかないように。ちょっとね、お風呂だけはちょっと浸かろっかってなって、浸かったから温まってます。千葉さんありがとう。カノンさん、奥様、セミありがとうございます今日はね、そう、お友達まだ帰ってきてないの。お洗濯、あれ、お洗濯にしてはなんか長いね。どっか行ってるかもしれない、コンビニとか。トキキさんありがとう。あ、堀さん、セミと、え、本当？ありがとうございます。明日の M リーグ、そうなの。やばい、このファイナルのね、真っ只中の中、しかもね、めちゃくちゃね、すごいもう熱すぎる戦いの中さ、呼んでいただけてすごく光栄なことだね。頑張ります。明日ぜひご覧くださいネット M リーグ。
みーぱぱさん、花束ありがとう。こしさん、ミシュートカウントありがとう。ねえ、加藤茶さん、お強かったです、めちゃくちゃ。目黒二部、あ、ありがとう。そうだ、一部二部あるもんね、目黒。村上さん、ありがとう。スヌーピーやで。ナビちゃん、ありがとう。カイポンさん、ありがとう。あ、マークロッコさん、全部見たの？ M リーグ。私は今日見れてないやつを 見るわよ。寝る前に。みーぱぱさん、かわいい、ありがとう。え、コラボマジありがとう。フルしてくれてるんだ。ありがとうございます。おやすみなさい。アルタイルさん、いらっしゃい。も、竹山メンチさん、セミ、ありがとう。カリタン、ありがとう。ベースさん、ありがとう。え、カリタン、沖縄にいるの？何用で？みーぱぱさん、小判、ありがとう。リュウフル、ありがとう。城までの店があるあたりで、みんな杖を持って魔法使ってた。プテラノドンは乗ったかい？何プテラノドンって？プテラノドン？プテラノドンってこと？あれ？なんかそれ乗った気がするような気がする。なんだっけ。ナオさん、プチ、ありがとう。あ、それ言ってたやつだ。予約に半年かかった愛媛のカフェに大阪から移動だって。あ、明日？明日行くの？へえ、福ちゃん、バタービールのグラスあるんだ。百味ビーンズ購入してないよ。迷ったけど。ひでまろさん、セミありがとう。堀さん、かわいい、ありがとう。スヌーピー乗ってるのよ、今日は。アルタイルさん。ひでまろさん、ハートありがとう。ブラッチ、かわいい、ありがとう。あ、大工さん、尊い。10個もありがとうございます。嬉しい。わー、ハラメタル、ほんと、セミと木梨の会で、あの曲聴いてくれてありがとう。いや、あの曲すんばらしいよね、ほんとに。すっごく良い曲ですよね。カードの曲なんですけど。めっちゃ感動する。トクトさん、ありがとう。何？ブレジ伝統戦法？カリカリベーコンさん、お好み焼きだって。大阪にあるのかな、それ。ライダーさん、花束ありがとう。 T 赤さん、カウントとセミ嬉しい、ありがとう。ビッグパワーさん、ユージさん、ありがとうございます。ようちゃん、カウントありがとう。昨日の配信後すぐカラオケ退室。そうそう、すぐね、カラオケ退室して、次の日も早いからね、あのもう寝床に行きました。そうなの。底辺さん、ありがとう。とろけるさん、セミありがとうございます。あ、え、2000回記念申し込んだ、ありがとう。目黒カフ、嬉しい。26分、え、やばい、ごめん、めっちゃ遅れてる。虹色さん、セミありがとうございます。え、そうなんよ、もうすぐでね、代官山ライブですよ。楽しみです。お待ちしてるね。ミルさん、ありがとう。 PHY さん、いらっしゃい。お、あやかさんも、お疲れ様。大文字のテストさん、セミありがとう。よいしょ。カタカナのシュウさん、セミありがとうございます。あ、これ読んだか、読んだな、読みました。ミーパパさん、タコありがとうございます。おかえり。スイカさん、プチありがとう。かぶり物、今日はスヌーピー、スヌーピースヌーピー。京次さん、いらっしゃい。みひろさん、セミありがとうございます。はやてさん、こんばんは、ありがとう。あ、そうよ、ブラッチホテルでね、洗濯できるっていいよね。ルーモス、ルーモス、
ルモス。はやてさん、はい、行ってきました。今日お友達と十何年ぶりに。あー、みーぱぱさん、お弁当箱ポケット詰めてありがとう。ようちゃん、セミ、ありがとうございます。ドリフさんの見た、あー、ありがとう。動画見たあの時の相手の手配があんな感じだったとか思いながら見返したりはって、あ、これからね、しようと思って、なんかね、移動中とかにちょいちょい見てたりしたんだけど、ちょっと見ようと思います。楽しみ。睡眠教さん2週ありがとう。おはぎさん、お、フルありがとう。おはぎさん、今日もローマ字のゆうさん、ありがとう。今日はスヌーピーと4。タッカンさん、いらっしゃい、ありがとうございます。ユニバは建物に入ってから乗るまでが長い。そうなんよ、なんかすっごいね、ぐる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 回ってね、回り回ってきたよ、ほんとに。そうだね、虹色さん、なんかまた載せようかな、後日。え、サイコパスのシグレとエゴイストがめっちゃ良かったですって。あ、もしかして映画かな、教授さん。サイコパス映画やってるよね。あ、ブーちゃんさん、本当、木梨の回を聞いて楽天のために作った所さんの曲聴きました。あの曲めちゃくちゃ素敵だよね。カイポンさん、セミ、ありがとうございます。両方とも7月30日ひなほちゃんの魔法だ、当選させてください。コエポンさん、当選しますように。アブラカタブラ、お祈りしときます。はるかさん、ありがとう。ひろくん、おやすみなさい、お疲れ様。ようちゃん、結婚してありがとうございます。アマトーさん、セミ、ありがとうございます。 USJ も好きで15回くらい行きました。すごいレジェンドだね、アマトーさん、本当に。なんかもうちょっと効率よくね、回る方法があったんだろうけどね、雨も降ってたしね、そんなにいっぱいはね、でも乗れなかったけど、乗りたいやつは乗れた。あ、そうなの、ひでまろさん、すごかったよ USJ。 お、奈良市のじゅんさん、こんばんは、ありがとうございます。バックドラフトは火事のやつ？え、じゃあ違うわ、やってないかもしれない、それ。なんか今日ね、休止してたやつ結構多かったんよ、乗り物。どうなんだろう。ドナルドさん、フルありがとう、ありがとうございます。お、ニーハオさん、ありがとうございます、こんばんは。ペイドアテンショントゥYour TikTok って英語で言ってくれてる。4DX のスペシャル版、何のやつそれ、あれかな、ハリーポッターかな。トシサさん、トシサさん、ありがとうございます。わ、はるかさんね、昼と夜って景色全然違うね、あの USJ。 なんか USJ って夜になるとなんかパリピになるね、パリピな、なんかパリピ、パリピだね、色が。あ、ゆうきさん、フライグダイナソーやってなかった、今日やばそうやったんけど。カリタン、カウントありがとう、すれ違いだね。
沖縄で何してるの？お、みーぱぱさん、ぜひ。ドリフマージャン、ドリフマージャン、ぜひ。来週も。エボハチさん、シンパチさん、ありがとう。マサさん、ブツ、ありがとうございます。ありがとう。おいしょおいしょ。須田まっさきさん、須田まっさきさん、いらっしゃい。ありがとう。奈良市のじゅんさん、カウントありがとう。あー、ほんとだ、50分。そうなの、カリカリベーコンさん、龍神様に気に入れられたら雨が降る。あ、じゃあ雨女は神様に気に入られてるってこと？めっちゃいい解釈やん、それいいね。いやでも本当にそうかもしれない。めっちゃいいじゃん。ユッキーさん、ありがとう。セミ、母の日、そう、プレゼントしたいと思っております。ちょっとね、聞こうかと思って。ちょうどもうちょっとで愛媛帰るのでね。堀さん、ファイト、ありがとう。バリンチュさん、セミありがとうございます。はい、あ、ぬくもりさん、いる、 USJ、 大阪ナウ。リッタンさんとレンレンさん、ありがとうございます。チーム戦ってプレッシャーありませんか？あります。一人でするときより全然あります。でも今度の20日に出る麻雀のチーム戦は、チームのみんなと当番する人は打つ前にみんなでこう作戦というか、どういうことをどこまで行っていいとか行っちゃいけないとかっていうのを最後4人で確認してからみんな行ってる感じで、だからね、一人で抱え込んだりとかはないけど、プレッシャーはあるね。イズキュン、ダルマレンジャー、コテ、ありがとうございます。え、睡眠鏡さん、フル、ありがとうございます。何、プテラのドンってブラッチコバン、ありがとう。モグリさん、いらっしゃい。お、KI さん、ありがとうございます。こんばんは。カリタン、2週ありがとうございます。カリタン、堀さん、フル、ありがとうございます。 USJ にちなんだ曲何かお願いします。USJ にちなんだ曲？タララタッタッタ、タララタッタッタ、タララ、あ、間違えた。あれ、途中まで USJ だったのに、USJ の曲だったのに。途中から M リーグになっちゃった。どうだったっけ ?USJ 。あれ、途中で M リーグの曲になっちゃった。タラタタタタタ、チャラタタタタタ。ここまでは多分 USJ で、一番最初のとこで流れてんだよ、この壮大な曲が。それがすっごい頭の中で今日、なってる。で、もう一回チャララーチャチャチャってやったら M リーグだ、最初のとこ、2023シーズンっていうとこ。今日はホテル、もぐりさん、大阪のホテル。よこぽんさん、一周とカウントありがとう。ななはさん、はい、スヌーピー乗ってるよ。お、ガッツさん、飲み会行ってたの？お帰りなさい。お、底辺さん、ちょっと早かった。一周とカウントありがとう。ショーン K さん、ありがとう。大文字のヒロさん、カウントありがとう。ローマ字のユータさん、ありがとうございます。あ、マットさん、フル、ありがとうございます。あ、だね。友達ともね、行きたいです。ディズニーも。魔法使い、
カリーさん、友達とってことは旅行。そうそうそう、友達に会いに来た。ヨッピーさん、フルありがとう。ヨッピーさん、クレポンさん、結婚してありがとうございます。ひらがなぐちさん、ありがとう。いや、そうなの、ゆきさん、明日ね、そう、 M リーグあるからちょっと早めの配信になるかな。ファントムさん、フルありがとう。フルファントムさん、ハートもありがとうございます。ゆきさん、こんばんは、ありがとう。ゆうちゃさん、すごっ、何その状況、今日警察に褒められたやって。そんなことある？生きとって、すごっ。ヨちゃん、これはね、あの、今日の2人でお揃いにした服が、真っ白のコーデでね、上も下も白で、だからちょっとね、スヌーピーにしてみたの。あ、ゆきさん、推しぶどう、映画ですか、見に行ったの。なおさん、セミありがとう。ユニバはビップツアー切符、土日1人9万を買った方がお得で安い。え、どういうこと？ 1 人9万の何、ビップツアーって、何があるんそれ、なんかすごそう。ユッキーさん、これはスヌーピーの耳やで。タミオさん、ありがとう。アスカさん、アスカ00517さん、ありがとう。伊藤さん、ありがとう。フジモンさん、ありがとう。藤本さん、おかむさん、ニシュートカウントありがとうございます。新一フル、ありがとうね。あ、ちょっとそろそろ終わろうかな、今日は。ブラッチバラ、ありがとうございます。ね、これ途中で M リーグになっちゃったね、これ。でもこの曲 USJ でもあるよね、こういう感じの。みーぱぱさん、フル今日もありがとう。みーぱぱさん、お、ぜんちゃんさん、今日は参加できてよかったですって、ありがとね、遅いのに来てくれて。いやー、ヒロさん、マリオ行ったよ、めっちゃすごかった。なんか運転した、なんかマリオ、リアルマリオカートしてきた。よし、ハートさん、ありがとうございます。スヌーピー、今日は、え、スヌーピーお好きなんですか、ヨシさん。奈良市のジュンさん、お疲れ様です。ひらがなのカイさん、ありがとう。エンリュウさんかな、エンリュウさん、こんばんは、ありがとう。アントワーヌさん、フルありがとうございます。ジュラシックパークからのエムリーなんかエムリーグになっちゃった、歌ってたら明日のネット M リーグはそのカチューシャですかこれちょっと ここ隠さないとダメかもしれないあ、ノリとも追いついた、ありがとうね。アンドアヌさん、小判ありがとう。ピルクルをフルしてくれたの、ありがとう。ブラッチバラ、ありがとうございます。 DYK さん、ディックさんかな、はじめまして、来てくれてありがとうございます。あら、嬉しい。本当にリアルマリオカートやった、ファントムさん、すごい。ゆうさん、持ってないよ、運転免許。そうなの、取りたいね、いつかは。いるってなったら取ろうかな。ゆきさん、ホグワーツも良すぎて感動して、もう大変でしたよし、じゃあちょっと一応ね、あの、音も買ってきたんですよ。それだけ飲んで、ちょっとランキング読みして、今日は終わろうかな。あのね、ちょっと待ってね。じゃじゃーん。あ、お誕生日、おめでとう。ありがとう。なんか急にワンワンするけ、なんか思った。なんと、まあまあ、今日お誕生日です、お友達。なんと嬉しい、ありがとうございます。アラームかけといた、ありがとう、ありがとう
俺な、一人だけテンション高いわ。よいしょ。お、みんなめっちゃおめでとう言うとる、ありがとうございます。本当に25歳になりました。わーい、おめでとう、25歳そっか、ちょっと待って、アラームこれ消しとかんとスヌーズになっとるわ。そう、それ消さんとな。あー、続ける。わんわん、ようちゃん、ニラボありがとう。そうなのよ。あ、虹色さん、ブラボー、ありがとうございます。これ友達にだな。ネコプも、留守番さんも、コヨポンさんも、ひでゆきさんも、アントワーヌさんも、ブラッチもきっとありな、ありにだ。ニュルニュ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 、おめでとうって。ちょっとあのアラーム消してくるね。ちょっとだけ待っててください。よっしゃ、 お待たせ。デイリーありがとうねみんなありがとう、おめでとうって。いや元気やな元気、もう12時超えてるのに。そうよ、ほんと。ピースして、ピース、こっち来て。え、こう、こういうこと。 あれ荒ぶってる、見える、うんうん、本日25歳を迎えた、お友達の25です。はいはい、かわいいね。手、嘘手かわいい、見える荒ぶってるわ、ごめんな。よいしょ。おー、しんちゃん、ありがとうございます。ほらした、ありがとう。では12時超えちゃったからランキング読みしていこうかな。そうよ、もうノリがねすっごく良くてね、一緒にいて楽しいです。ありがとうございます。本当に、25歳の抱負ありますか？25歳の抱負日々感謝して、いろんな人にね、頑張っていきましょう、みんな、イエイ、えら恥ずかしい、ちょっとドライヤーするわ。ああ、はいだそうです。今年も頑張っていきましょう。ではランキング見しよう。13位、虹色さん、ありがとう。夜遅くにありがとうございます。ありがとうね。あ、待って、変わっちゃった。13位、ファントムさんだ。ありがとう、ファントムさん、やった、ありがとうね。今日も12位、フジモンさん、ありがとうございます。フジモンさん、夜遅くにありがとう。11位、堀さん、ありがとうございます。堀さん、たくさんいただきありがとう。10位、お、ようちゃん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、今日もありがとうね。9位、猫ぽだ、猫ぽ、今日もありがとうね、遅くに、ありがとう。あ、ちょっとずつこう耳上げていこうかな。8位、みーぱぱさん、ありがとうございます。夜遅くにありがとう、ありがとうね。そして、ラッキーセブン、お、しんいちだ、ありがとう、しんいち、夜遅くにありがとう、今日はいい日になるぞい。いや、そして、6位、虹色さん、ありがとうございます。虹色さん、たくさんいただきありがとう、遅くに。そして、あ、5位、留守番さん、ありがとうございます。留守番さん5位、夜遅くにたくさんいただきありがとうございます。そして4位、お、ブラッチ、ありがとうございます。ブラッチ、遅くまでありがとうね、お疲れ様よ。そして3位、あぼん、大工さん、ありがとう、遅くまでありがとうございます。夜遅くにありがとう、おやすみ。そして2位、あぼん、風見鳥さん、あら嬉しい、めっちゃいただいてたんだ、ありがとうございます。
ありがとうね。そして今日の第1位、あぼん、ピーン、スーさん、ありがとう。めっちゃいただいてる。ありがとうございます。1位だって。たくさんいただいてありがとうございます。スカイシャン、あら、2365名様、ありゃ、たくさん来てくださってありがとうございます。いつもは夜10時半ぐらいから毎日配信してるので、よかったら明日からもお待ちしてます。ちょっと明日だけ、収録の関係で早めの配信になると思います。ではでは、今日のアボン元気ない。あ、ほんと、もう今日はもう深夜だから私控えめよ、しゃべり声から。それでは私はもう一度お風呂に入ってきます。おやすみ。あ、ブラッチフル、ありがとう。今日も遅くまでありがとね。あ、そうだ、ちょっと今日はカラオケお休みさせてもらいます。酔っ払ってる？うん？これ酔っ払ってないよ、この子。ずっとこのテンションでいてくれる。めっちゃ楽しい。朝から晩までこのテンションでいてくれる。毎日。ではでは、明日あのネット M リーグ、テレビ朝日とアベマでぜひ見てね。あ、忘れとった、お供。ありがとう、お供の存在言ってくれて。お供だけ生あった。なんかすっごい面白いやつ見つけたから、リラクゼーションドリンク、チリン、リラクゼーションドリンクチリンってやつ、名前チリンだって。チリンチリンってことかな、チリン。あー、ちょっと待って待って、いや、チルじゃない、チリンって書いてる。なんかすごいね、めっちゃ色綺麗これ。では、お泊まる方、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。乾杯。あ、何の味だろうこれ。すごい美味しい。ちょっと甘いカクテルみたいな味がするな。甘いカクテルみたいな。あ、白ぶどうとライチだって。なんかそういうお酒ないのかな。あ、これはあれよ、ジュースだよ。なんかそんな味がします。おいしい。名前はね、チリンチリン。なんかね、3種類ぐらいあったよこれ。なんで見てね。ガバ、グワバ、グワバ入ってないかも。グワバ入ってた。すごい。ではごめん、お供で引き止めちゃってみんなを。今度こそ寝ます。おやすみなさい。また明日ね。バイバイ。ポブマスターさん、セミありがとう。おやすみ。あ、ノブさんもフル、ありがとう。おやすみ。今日もありがとう。バイバイ。5、4、3、2、1。バイバイキーン。